休業要請無視のパチンコ店名を公表。宮城と神奈川。現在、新型インフルエンザ等特措法に基づく休業要請を無視しているパチンコ店などがある問題で、宮城県と神奈川県が休業要請を無視し続けているパチンコ店の名前を公表いたしました。宮城はこの2店舗。神奈川は当初6店舗を公表しておりましたが、公表後に 休業がが確認さされれたとしてて3店舗のみが公表されておりますこちら現状パチンコ店のみが公表されておりますけどもこの新型インフルエンザ等特措法に基づく休業要請はパチンコ店だけではなくて幅広い業種に対し行われておりますがまなぜかパチンコ店だけが休業要請に 従わず営業を続けているという問題がございます。今後、こういったパチンコ店が休業要請を無視し続ける場合は指示に切り替わり、それでもパチンコ店が営業を続ける場合は法改正を行い、罰則付きで対応が なされる模様でございますけども、まあこういった他の業種がですね、休業要請に従っている中で、営業を続けている店舗、またさらにそういった店舗に行ってしまう、パチンコ店に行ってしまう、ギャンブル依存症の皆様、ギャンブル依存症のですね、お客様、今回の COVID-19 によって、 まあこういったパチンコ店やお客様が抱えている問題が改めて浮き彫りになっておりますので政府には自治体にはこういったパチンコ店がこれ以上ですね国民を危険にさらさないように新型インフルエンザ等特措法だけではなくて笛法や古物 営業法などに基づいて、ありとあらゆる手段で対策を講じていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。